で、オートライトが義務化になっているだけではなく、オートライトをオフにするというのが基本的にないんですね。日産 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。電気屋さんに行くと延々時間を使うことができます。案内人の M です。台車でもレンタカーでも一番最初にオーディオの設定を見ます、カメラマンダブルです。はい、ということで日産 YouTube チャンネル納車の前に見ておきたい動画第2弾ということで、今日は前回に引き続き日産のオーラに乗りながら日産の電装品ですね、こちらについて基本的なところを見ていきたいなと思います。ダブルさんももう先進装備バッチリですもんね。はい、ではダブルさんと一緒に皆様にご案内をしていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ではまずご案内していきたいなとダブルさんが思ってる電装品なんですか？ナビ。はい、でこのナビゲーションに関する使い方はまた改めて別の動画で詳しく、お話をしていきたいなと思うんですが、でもナビの画面に映る機能の一つをちょっとここでご紹介したいなと思います。それが日産のインテリジェントアラウンドビューモニターですね。アラウンドビューモニターどんな機能ですか？上から見たみたいな。はい、そうなんです。映像が見れます。見れます。実際にやってみるのが早いのでちょっと試してみましょう。インテリジェントアラウンドビューモニター基本的な使い方、一つ目はシフトをリバースに入れる。はい、入れるとモニターが自動で切り替わって車を真上から見下ろしたような映像と、そしてこちらがバックビューモニターの映像ですね、これが表示されるようになっています。これがあることによって特に駐車の時ですね、すごく便利です。こういう駐車をするシーンですね、車を上から見下ろしたような映像と、なおかつ、はい、バックモニターの映像が映ってますので、もうこれでだいたい駐車できる感じが分かりますよね。すごく便利です。ステアリングを切っている位置が、はい、どっちに向かって車が進もうとしてどんな幅を必要としているのかなというところまでガイドラインが出るようになっているんですね。で、これがアラウンドビューの基本的な使い方なんですが、こちらドライブに入れると自動的に画面消えるようになっています。でもシーンによっては全身の時もアラウンドビューモニター見たいなということあると思います。その場合はここのナビにあるカメラボタンを押していただくことによって、はい、今ドライブに入っているのでアラウンドビューモニターと、そしてフロントカメラがついて、見えるようになっているんですね。で、今ここに緑色のラインがぐるっとついてますが、これは今私ハンドルを切ってますのでそのラインが見えている。はい、これもバックの時と同じように自分の車の進む方向と幅の感じが見えるようになっているんですね。で、この状態でバックに入れると自動でこちらはバックモニターに切り替わって、はい、駐車をすることができる。で、この状態でもう一度ドライブに入れれば自動的に、はい、こちらはフロントモニターに移り変わるということで、で、なおかつこの状態でですね、ある程度のスピードを出して走ると自動的にナビの画面がアラウンドビューモニターから解除されるようになっています。で、このアラウンドビューモニターというよりはバックモニターですね、線がいろいろついていて、この線の意味って何なのっていうところがあるんですけれど、はい、こんな感じでありますね。赤、黄色、緑とあって、で、緑のこの端っこのラインっていうのがおおむね自分の車の長さと同じくらいだと思っていただいていいかなと思います。なので、よいしょ、今じゃあ私白線のラインまで一旦こう止めるじゃないですか。そうすると、ああ、この辺まで行けば車が全体入るなっていう感じがしますね。試してみます。まあ、ここの長さが自分の車の長さだなと思っていただくと大体わかるかなと思います。はい、フロント側も同じですね。で、この赤いラインっていうのが大体この、まあ、今フロントが映ってますのでフロントの端から50センチぐらい、黄色いラインが大体1メートルぐらいとなっていたりします。バックも同じくここが大体50センチぐらいのラインですね。なので、例えば駐車をした後バックドアを開けたいという時も大体のこの車からの距離の目安を考えていただくことで、
あこのぐらいまで下がってもバックドア開けられるなみたいな、そういうのの目安にしていただいてもいいのかなと思います。アラウンドビューモニターの使い方、まあ、これだけではありません。先ほどのカメラボタンを押していただくと、このようにアラウンドビューモニターとフロントの表示になるだけではなく、このままもう一度カメラボタンを押すと、はい、今度こっちが左前ですね、はい、これが左前のタイヤになってますね。でこれは例えば幅寄せをしなきゃいけない時なんかに、さっとこれを出していただくと、脇に溝があるとか側溝があるなんていう時にも、脇の距離感を確認しながら走ることができるようになっています。もう一度押すと今度は、はい、戻ってまいりました。でこれ車種によっては、あとはフロントの広角の映像を見れたりとか、そういう切り替えもできるようになっていたりします。続きましてご覧いただきたいのがこちらです。はい、これがルームミラー、はい、インテリジェントルームミラーと呼ばれるタイプでして、よいしょ、見ていただくと、はい、ミラーが液晶画面になってるんですね。これ前回も簡単にお伝えしてましたが、こうしていただくと普通の鏡、手前に引くとモニターになっている。これは車両の後方についたカメラの映像をここに映し出しておりまして、これ何のためにあるのかというと、例えば後部座席に人が乗ってる、たくさん荷物が乗せてある、こういう時に通常のミラーですと荷物が映ってしまって後方の確認がしづらい、そういう時にもモニターに切り替えていただくことでしっかり後方視界が確保できる。でその他にもですね、例えば乗車姿勢に関係なく常に同じアングルの映像を見ることができたりとか、そういうメリットも私あるかなと思ってますし、個人的には慣れてしまうと常にこの液晶表示の状態で使ってても何の不満もないんですね。今ちょっと後ろの背景が分かりにくいんで、ちょっと動きますと、はい、こんな感じでどうですかね、ちゃんと後ろの映像が映っているのがお分かりいただけるかなと思います。このインテリジェントルームミラーにも実はいくつかボタンがついてるんですね。下にここに押せるボタンが 1,2,3,4 とあるんですが、メニューって書いてありますね、ここのメニューを操作していただくことによって、液晶の明るさとか、あとはダウンアップっていうのは、こういうふうに実は表示位置をちょっと調整してあげることもできたりします。合わせてレフトライトということで位置をちょっと左右に動かしていただくこともできますし、ローテーション、回転ですね、はい、ちょっと角度を変えたりとか、はい、メニューの言語も切り替えできますね。あの英語になってましたが日本語にもできます、はい、あとインジケーターって何かなと思ったらですね、オンの状態にするとここにメニューって表示されてます。オフにするとよいしょ、はい、メニューの表示がなくなりましたね。こういったものも設定ができるようになっていたりするんですね。まあ、あんまり基本的にここの設定画面いじらないかなという気もするんですが、ちょっと微調整したいとか細かい設定したいなという時は使っていただくといいかなと思います。続きまして、インテリジェントな機能じゃないんですけど、伝送品といって、思い浮かべる一つ、ヘッドライトがあるのではないでしょうか。でこのオーラをはじめとした最近発売されている車は、日産だけでなく全てオートライトが義務化されています。でオートライトが義務化になっているだけではなく、オートライトをオフにするというのが基本的にないんですね。なので必ず走行中、夜間暗くなってきたら自動でヘッドライトが点灯する、ライトをつけない状態で夜間走るというのができないようになっているんです。なので見ていただくと、はい、オン、オート、そして、はい、見ていただくとどうですか。停車中にライトスイッチをオフ位置で保持するとライト消灯しますって書いてあるんですね。これどういう意味だか分かります？止めてる時だけオフになる。はい、これは基本的にはいつも夜間エンジンかけたら、電源をオンにしたら自動的にライトはオンになります。でも今のところ車の中にいるだけで走り出さないんだよなっていう時に、パーキングの位置にしてるとオフにできるという操作があるんですね。でちなみにこのオートライトの明るさのセンサー、どこにあるか知ってますか？
暗くなったらライトがつくということは、どっかに明るさを検知するセンサーがあるはずですね。この辺にあります。これ違うか。それです。え、これですか。それです。そこにあるのが明るさのセンサーです。例えばこういう光を通さないものをここに置いているとライトがついてしまったりします。ということで、今明るい状態で何もしていません、この状態ですと、まあ、ここはオーラの場合デイライトということでいつもついてるんですが、ヘッドライトはついていません。これをここに置くとヘッドライトがつきます。ということでオートライトが有効になってるんですね。ですが夜間駐車中でエンジン電源はオンにしておきたいけどライトは切りたいという場合は、先ほどのレバーを使っていただくことでこのように消せるようになっています。ただし今ヘッドライトオンの表示になっていますが、こちらを下に向かって長押しをしてあげることによって消えるようになってますので、ぜひ必要なシーンお試しいただければと思います。で今外が暗いようにしているけど手動でライトをオフにしました。ですがこれ手動でオフにした時も、車走り出せば自動でライトはオンになるようになっています。はい、ということで今回もやってまいりました日産 YouTube チャンネル納車の前に見る動画第2弾ですね。今日は日産のインテリジェントなんちゃら、そして電気に関してお話をしてまいりました。ダブルさんいかがですか。ライトのセンサー私あそこにあるの知らなかったので、あそういうふうに認識してるんだってちょっと勉強になりました。そうなんです。まあ基本的にダッシュボードの上って何か置いたりとかしないでいただきたいんですが、うっかりですねあそこが隠れてしまっていると、明るい時でもオートライトが発動して、ライトつけっぱなしで走るというふうになったりしますので、まあここにセンサーがあってこれで検知してるんだなっていうのをぜひ覚えてていただければなと思います。では次の動画では今日ご紹介を後回しにしたナビに関する基本的な操作、ちょっと知っておいていただきたいことをご紹介してまいりたいなと思います。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。